中。今日は星田神社に来ております。ここで朗読するのは東大生の勉強の仕方後半です。ではお願いします。復習とは日記では探して埋める作業。さて、もっと具体的にどうすればそんな質の高い復習ができるのでしょうか。それはシンプルに言うとできないという穴を探し、それを埋めていけばいいのです。PDCA サイクルという言葉は聞いたことがありますか。 P、プランを作り、D、Do で実行する。ここまでで終わるのではなく、今度は C、チェックで振り返り、A、アクションでもう一度実行していく。これが仕事では何でも必要だと言われているわけですが、この4つを過程で一番引っかかる人が多いのは C、チェックです。はい、成功です。では行ってらっしゃい。